やっちゃいたいズボンカーイエーイ峰村ゆいです。今日は風邪気味でちょっと声が枯れてます。酒明けではないです。私の名前は水沢アリっていう名前で死んだワンションの中でトマトが一番好きなの。尾崎小夜子24歳 AB 型12月20日生まれ、伊手座の最近ゲップの仕方を覚えました。よろしくお願いします。阿部ニコル20歳です。フィリピン生まれのハーフでちょっと滑舌悪いけど聞き取れるように頑張ってください。やっちゃいたい座談会、2回出させていただきましたスタッフですが、さゆさゆと申します。耳に残りますね。耳に残ります。残る。いやらしく聞こえすぎない、うん、一応あーそこが好きって言ったけどね。ふざけもみんな思ってることを、ね、なかなか、うん、本当そうですよ、見ないもんね、うん、そっか。でもいいですね、女の子はここまで言っていい時代になったんだっていう風に気づかせてくれる歌ですよね。ここからは皆さんの本音をいくつか伺いたいと思います。いいよ。これからお題を出していきますので、それに対してビシッと一言で書いていただこうかと思います。女としてこだわっていることは？やっちゃいたい、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 はい、どん。あー、そのアリちゃんの許す、これは、深いと思った。あ、本当？うん、何かな、すごいちっちゃいことでもイライラしちゃうことって世の中生きてていっぱいあると思うけど、うん、それを流してあげるのは女性の役割だと思うの、うん、男の人はあんまり流せない生き物だし、うん、それを水に流してあげるのは女の役目だから許す。素敵だね、あなた。すごい。素敵だよね。ありがとう。浮気とかあったの？浮気は、でもそういうのはほら、許すことがその人にとっていいことじゃないかもしれないし、その時はその時で柔軟に生きていく。はー、うん、だから全部を許すわけじゃない。うん、てかなんかもっとゆっくり話したくなった。ね、いいよね。相談したくなる。うん、ありがとう。うん、じゃあ峰村さん。はい。ダーリンの前では、常に、あ、絶対だ、うん、女でいること。女でいる、なんか例えばなんかそのなーなーになるのは嫌だから、うん、なんか絶対彼氏と会う前は疲れてても絶対メイクするし、可愛い状態で会って、うん、着替えるのとかも彼氏の前では絶対着替えないようにし、らい、お風呂も絶対一緒に入んない、し、そうだから常に女として見てもらえるように努力はしようと思う、うん、かわいい、すごいし、女子力、うん、これのキスマークなのか、これはね、クロスなのか、口紅、口紅、クロスもですね。これ女友達の前でもなんですけど、うん、口がすっぴんの状態で多分ほとんどいたことないんじゃないかな。確かに絶対口紅だけはなぜか塗らないと、人に会えないんですよ、ね、素直でいることがやっぱりなんだろう、素直な女の子の方が可愛いと思うんですよね、うんうん、大好きな彼とやっちゃいたいことは？やっちゃいたい、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 せーの、え、あれ何、違う、違うっぽい、違うっぽい、一人異色、異色がいる、なんかもう最近目覚めたんですけど目覚めましたか？ちょっとそう、なんか攻めていきたい、照れてんじゃないよ、はい書いて、ね、なんか相手がド S なんですよ、うん、だからちょっとそれを踏みにじってやりたいって思ってきた。じゃあやってみたいド S プレイはその、え、ちょっと彼に、うん、やっちゃえよ、 なんだっけあれ、ひぐり足、すべてを見たいんだ、はい、一番まにね、お願いするんですけど、うん、すごい嫌がるんですよ、だからなんか今年中にはちょっと達成したいなと思う。じゃあ、愛ちゃん。はい、私は高め合っちゃいたい。いいですね、合っちゃいたい。尊敬していたいし、うん、尊敬して少しのことだったら、うん、あ、少しのことは尊敬しててほしいから、うん、そういう仕事の面でも、うん、なんかプライベートの面でも、うん、例えばここが嫌だなって思ったらこの曲みたいに我慢しないで言いたいし、うん、そういう意味でこうお互いいい人になるように高め合っちゃいたい、うん、女子だね、うん、本当いいね、いい女だね、ありがとう、ね、いかがでしたか？終わったの、終わった、終わっちゃったんですよ、はい、みんなセキララだからすごい、ね、ちょっと言ったよね、みんなね、そうですね、うん、ちょっと暗い時間からまたやりたい感じですかね、お酒欲しいですね、うん、お酒欲しい、
買ってください、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。やっちゃいたい。心と心が一致、いつの間にか入っちゃうスイッチ。